ブリッジ Are you ready, Jam?Check it out!
戦おうか。To be safe, you'll be dead. Oh, cause I'm not
教えてやろう。道はな、
Yeah!
行くぞ。トゥートドクイチマイクワイフイフイフイ。まだまだ怖い。6月20日、
Justice by existence, we're under sound and sacred rights.
Damn!
赤坂元気か、元気かい。若干暴れてるやつがいるな、おい。どうした、どうした、え、は、え、おい、耳遠いね。楽しんでる、赤坂楽しんでますか。いいね、最高の暴れ方ですね皆さん今日は。やっと休憩とか思ったやついんのか。多分俺だけか。さあさあさあ、こんな素敵なワンマンもお前らと一緒に暴れてたらあっという間に過ぎてしまう。どうしようかな、もっともっと暴れてくれないとな。あっという間に終わっちまうぞ、おい。最後に暴れろよ。できんだろ、できんだろ。じゃあやろうか、リリースされたばかりの新曲で
さあ一緒に赤坂鼻から声出していきましょうか。Bye-bye.
死はでいか神でいか後ろいか Yeah!
どうも。いやー、どうすか、どうですか、赤坂の皆さん。告示映像流れましたよ。ツアーやるんだってね、13都市ね。え、いや、クリスマスとカウントダウンね、今年はあるんでね、ワンマンライブ、はい、ぜひぜひ来てくださいね。おっと、これはもしかして今日発売されたばかりのノクターナルブラッドラスト重曹 T シャツじゃないか。あれあれあれ、ワンピース多いな。あ、いたいたいた。いや、ワンピースの方もね、ちょっと売り切れちゃったんですよ。売り切れちゃったんです、すみません。すぐすぐ手配しとくんで。また開始したらまた始めます、販売始めます、またすぐに、はい、すみません。どうですか、赤坂ブリッツを経てメンバーの皆さんは。はい、おっと、どうですか、夏。最高です。最高いただきました。あ、俺下手くさいか、無理。第一、どうよ、赤坂のこの光景は。はいはいはい、すいません、ありがとうございます。ちょっと喋ってもいい？どうぞ。はい、たくさんのご来場ありがとうございます。ですね、でかいでしょ、火とか出たでしょ。いろんな不安とかもちろん緊張とかもあったんですけど、毎回こう同じ、そうですね、僕が入ってから一番最初のワンマン、渋谷の WWW から大観山ユニットとか、ね、新宿のブレイズとか、毎回こうステージに立ってみて、すっごいでかいイメージがあるのに、いざ本番が始まると、あれこんなもんかっていつも思うんです。このステージの広さであったり、天井の高さであったり、それは僕たちがちょっと背が伸びたとか、ちょっと大きくなったっていう話ではなくて、こうして日に日にたくさんの方に興味を持っていただいて、こうしてたくさんの方にご来場いただいて、ひしひしと皆様の愛を感じております。ありがとうございます。先ほどもツアーが発表されて、クリスマスカウントダウンって発表されて、またたくさんの地方に行ったり、たくさんの場で皆様とお会いできるようになったので、またこうしてたくさんの皆様にご来場いただけることを願っております。全然終わりじゃないんだけど、本日はご来場ありがとうございました。はい、まず、はい、どうも、マサです。いや、なんかまあいろいろツアーだったり新しいものが発表されたんで、それをまた僕らは成功させるために、ね、
また死に物狂いで頑張るんで、これからもみんなで一緒にいい景色を作っていけたらなと思ってます。ありがとうございました。はい、それでは和樹くんどうぞ。僕のブログをご覧いただいている方もこの中にはいると思うんですけども、いつもいつももう 2,3 年ぐらい前からですか、我々の音はエクストリームすぎてライブハウスが爆発してしまうだろうということを何度もブログに書いてきたんです。でも全部嘘だった。爆発したことなんて一度もなかった。そりゃそうですよ、たかがエクストリームミュージックだからってライブハウス爆発したりしませんよ。まさか火なんて出るわけないじゃないですか。そう、出ちゃったんです。出ちゃったんですよ。こんな音楽じゃ火なんかつくわけがないって言われてきたバンドですが、こんな音楽じゃね、もっとキャッチーにだとか、もう僕今回プロビデンスシングルを僕らリリースさせていただきました。はい、で今回あれなんです、チューニングを半音下げた、ギターのチューニングを半音下げると、まあそれなりにヘビーなテイストにはなるんですよ。これ僕10年間ノクブラと同じチューニングでやってギターを弾いてきてるんで、10年目にして初めてバンドのチューニングを落としたんですね。まあノクブラは10年やってないですけど、でですね、まあ、10年間も同じチューニングで7弦ギターをこうやって、まあ、皆さんの、まあ、ステージで弾かせてもらって、まあ、やっぱり、まあ、こういう音楽を画を貫くっていうのはやっぱりこう前例がないというか、みんなが多分こういつもテレビとか見てて耳にする音楽性ではないと思うんですよ。こういったメタルコアだったりとか、まあ、もちろん、まあ、ラウドなビジュアル系というものを、でやっぱりでも俺はそれがすごい好きだった、誰よりも好きだったと思う、誰よりも好きな自信がある俺は。だから今こうやってステージに立ってそういう音楽をやっている、でこんなに人が集まってくれたっていうのは俺にとって本当に誇りです。本当に本当ずっと一緒にずっと彼と一緒にやってきてよかったと思うし、何よりもずっと続けてきて間違いじゃなかったっていうと思うし、ここに集まってくれた本当に全員が自分にとっての誇りです。ありがとうございます。なんかもちろん世のため人のためっていうふうに形式ばった言い方をするのは、まあ、俺は嫌なんで、俺は自分のために音楽やってます。でもこうやって自分の好きなものを好きって言って、自分が愛するものをみんなの前でこう好きだってはっきり言うこと、出る杭は打たれると言いますけれども、負い目もあると思います。自分はこういう人間だ、自分の境遇はこうだ、でもそういうものを全部乗り越えて好きなものを好きなようにやってください。俺は後悔してないです。ありがとうございます。以上です。最後まで楽しんでいってください。はい、ということで、ですね、今日は、嬉しいお知らせがライブ前に僕らの方にも、流れたんですけども、本日赤坂ブリッツ、嬉しいことにソールドアウトをしました。そうですね、赤坂ブリッツ実は今日で2回目なんですよ。去年の2014年の2月かな、2月です。イベントで一度、出演させていただいたことがあるんですけどもね、まあその時はまあ過去史上一番大きい箱だったのかな。そうだね、すごい広く見えて自分がすごいちっぽけに見えたかな、なんか全く通用しないなっていう感じの、まあライブは本当に全力でやったし、でもそれでもなんか逆にね、上から下までお客さんにすごい圧倒された一日だったと思うんですけど、そんな、まあ、自分は今こうして赤坂ブリッツに、無事自分たちこのノクターナルブラッドラストで立つことができました。それも全部本当に
今日まで支えてくれたみんなとかスタッフとか関係者の皆様のおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。俺たちが、このバンドで最初の目標が赤坂ブリッツワンマンやってやるっていうそういう目標があったんですよ。正直ね、すごい難しいと思うし道のりも長いと思うんですよ。長かったんです。はい、まあいろいろあってね、まあ動員とかも本当にゼロからスタートとかになって、それでも自分らの音楽を曲げずにこうやって激しいのね、まっすぐに続けてこれたことがねやっぱり良かったと思います。正直まあ和樹も言ったように、その自分らの好きな音楽を貫き通してまっすぐやっていけばこうやって人も集まってくれるんだなって、自分の中でなんか少し安心しましたね。本当に、うん、ありがとうございます。本当にうん、一応最初の目標はできましたね。ここでできました。でもまだまだ目標なんてまだまだあるんで、俺たちはノクターナル・ブラッド・ラスト、この真意を曲げずにこれからもまっすぐに進んでいきます。なのでよろしくお願いします。ということで、アンコールです。いいですか皆さん、暴れる準備はできてますか？後ろの方もいいですか？最高にぶち上げてオープンファイアー行こうか。Check out!
重曹どうや。終演後に重曹しっかりと受け取って帰ってください。いいですか。家でオープンファイヤーして火事になんなよ。うわーすごい面白い。はい、ありがとう。おい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 、赤さんが言う。アンコールを読んだ割にはお前らそんな程度かよ。あ？は？もっとかかってこいよお前ら。音楽はな、自由になるとこなんだよ、いいか？自由になるとこなんだよ、いいか？誰が聞いたらダメなんてそんなもんはねえんだよ。だから赤坂ブリッツ、お前らの本気その意気を見せてもらおうか。リリバレーション。
サカブリッツ一緒に歌いましょうか。ついに見せたありのままに夜が更けて息を生み出して心ありがとうございます。そうだよね、終われねえよな、こんなんじゃな。こんなんじゃ全然疲れてないから家帰って寝られへんな。え最後まで暴れようかい、赤坂ブリッツよ。まだまだ俺たちできんだよ。お前たちできんのか。じゃあやってみろよ、見してくれよ。最後の2曲に全て込めてこいよ。命かけてやってみろ。拳を上げろ。この拳は目の前の目の前の困難や壁、でかい壁をぶち破るための、ぶつけていけ、いいか。 Strike impact。 この涙止めないで、この奥底に隠した傷は Yeah.
ちょっと待て。俺めっちゃいいこと考えてんけど。なんでしょう。時間が押してるそうですよ。大丈夫ですか。時間押してんの。じゃあもう一曲やろうか。怒ってる。大丈夫よ。もう一曲 やろうよ。
シナリオねえよ、もう。やるときはやる、大丈夫ですか？ノクターナルブラッドラストさん、大丈夫ですか？Skyline!